ウエストブロムウィッチアルビオンフットボールクラブは、イングランド、ウエストミッドランズ州、ウエストブロムウィッチに本拠地を置く、プロサッカークラブ。WBA は略称。英国では主にウエストブロムと表記される。ウエストブロムの選手たちがホーソンズ1878年に、バーミンガム郊外の工場職員グループによって、設立。創立時のクラブ名は、 ウエストブロムビッチストローラーズであったが、1881年に現在の名称に変更された。チームの愛称、バッチズは、この当時の選手たちがブカブカのバギーパンツを履いてプレーをしていたことに由来する。1888年に始まった世界最古のサッカーリーグ、フットボールリーグに最初から参加した12クラブのうちの一つ。 イングランド中部という保守的な地域であるが、ミッドランド工業地帯の少数派民族が多い、地域に今日構えていることもあり、歴史的にマイノリティの支持を集めるクラブである。また、同地域において、いち早く黒人選手をレギュラー起用している。近年は、プレミアリーグとチャンピオンシップを行き来するエレベーターチームと位置づけられている。2003から04シーズンは、 フットボールリーグディビジョン1で2位の成績を収めて昇格を果たした。2004から05シーズンには最終節でグレートエスケープといわれる大逆転劇を演じ17位残留を決めたが2005から06シーズンは19位となりチャンピオンシップへ降格した。2006から07シーズンは4位となったがプレーオフで敗退し1年でのプレミア復帰とはならなかった。 2007から08シーズンにチャンピオンシップ優勝を飾り2年ぶりのプレミアリーグ昇格を決めるが2008から09シーズンは再開となり1年でチャンピオンシップへここ8年で3度目の降格となった2009から10シーズンはチャンピオンシップ2位となりプレミア復帰を果たした2010から11シーズンは序盤戦で アーセナルやマンチェスターユナイテッドなどの競合相手に、検討するなど順調な滑り出しを見せたが、その後失速して1時17分位まで順位を下げた。2011年2月11日に監督が、ロベルト・リマッテオからロイ・ホージソンに交代するとチームは、復調。最終的には、クラブ史上最高の11位まで順位を上げ、見事残留を果たした。2011から12シーズンは10位。 監督がスティーブ・クラークに交代した2012から13シーズンは8位。トニー・ピューリスが指揮した2016から17シーズンは10位。2016年8月5日、クラブを保有していたジェレミー・ピースは中国の投資会社グループにクラブを売却した。売却価格は約2億ポンドと報じられており、クラブのオーナーには来国伝が就任した。しかし、 2017から18シーズンは最下位となりチャンピオンシップへ降格した。2018から19シーズンは4位となったがプレーオフで敗退し1年でのプレミア復帰とはならなかった。2019年6月13日スラベンビリッチが監督に就任した。19から20シーズンは2位でシーズンを終え、自動昇格となり2年ぶりにプレミアリーグに復帰が決まった。 1919 19から20、1901から02、1910から11、2007から08、1887から88、1891から92、1930から31、1953から54、1967から68、1965から66、百9 2 1 1955、1976、1886、1895、1988、1990、1991、1883、1886、1887、1889、1900、1902、1903、1924、1926、1932、 1933、19 1951、1969、2021年2月1日、現在、括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。監督インアウト詳細は、カテゴリー、ウエストブロムウィッチアルビオン FC の選手を参照。ありがとうございます。